はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定仮面ライダーリバイスデラックスメモリアルバイスタンプセレクション01イガラシ1期&悪魔バイスセットです。はい、恒例のメモリアルバイスタンプレックス到着しましたね。これ待ってた。毎回メモリアル版はセリフ収録もすごいんだけど、変身効果音とかがさ、大幅に劇中準拠にアップデートされ、今回は変身中のバイスとのメッセージのやり取り、ポン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 ってラインみたいな、あの効果音とかいろいろ流れるんでしょう。しかもバイスのレックス状態のベルトも新たに新規造形され、上側にはリバイスのクレストとレックス、そして反対側にはまるで CSM のようなおしゃれ画像、仮面ライダーバイスと書いてあって、こっちには仮面ライダーリバイと、パッケージも完全にリバーシブル仕様になってますね。どっちが表でも OK と。ではレビューしましょう。毎年コレクションアイテムのメモリアル版が発売すると、もう基本そっちでしか遊ばなくなるので、メモリアル結構僕的には重要なんすよね。色どうだレックス。あ、見た目変わんないか。メタリックが綺麗になってるとか、あーないか。強いて言えばクリアパープルが少し濃くなっておりますが、変わんないね。完全に変わんない。そしてバイスのベルトが、これ単体で音声が鳴るんだけど、さらにレックスバイスタンプで一気との掛け合いが楽しめると。そう、なんかさ、メモリアル版なのにレックスめちゃくちゃ一気セリフ少ないんですよっていう風にコメントで書いてあって、さすがにメモリアル版それはないだろうと思ったんだけど、ウェブ説明書見たら、電源オンオフはないのか、ボタンは、あ、ボタンここか、ここだ。これは俺っちのベルト、かっこいいでしょ。おー、スピーカーここだ。確かに単体音声はすごい少なくって、レックスの12メモリアルは8音しか入ってなかったんだけど、説明書見たら。だけどバイスとの掛け合いモードっていうのがあって、そっちに大量音声が収録されてますので、まあ、リバイバイスは2人とも1号ライダーなんで、掛け合いセリフに今回は重きを置いたって感じっぽくって、全然収録音声多めでよかった。まあ、でも僕がメモリアル版に求めることって、変身音とか必殺音のアップデートなんで、割とセリフはまあ、ぼっちぼっち入ってればいいんですよね。はい、できたー。はい、中身はこうなってて、メモリアル版のレックスバイスタンプとバイスベルト。まず完全新規のバイスベルトに関しては、バイスのレックスゲノム状態の際に、腰に巻いているベルトを今回デラックスアイテムとして立体化しましたって感じで、なのでそもそもコレクションアイテムがハマるとかそういうものではありませんが、一応この部分にいつものホルダーがついておりますので、ここにサクッとバイスタンプをはめることはできると。それ以外はここにボタンがあって、押すごとにバイスセリフが鳴ります。スピーカーここね。電源オンオフとかはなし。まあ、ベルトの作りとしてはだいぶ簡単ですね。ただこれもバイスセリフモードと一気掛け合いモードの2モードに切り替わるので、それは長押し。任せろ一気。任せろ一気で、一気バイス掛け合いモードで、もう一回長押しで、俺っちはバイス。これでバイスの単体セリフモードだ。両方合わせると32音ありますので、収録音声十分多いね。メモリアル版のレックスバイスタンプ細かく見ましょう。全体ぐるっと見回すとこうで、まあ色とか形状は通常のデラックスのレックスバイスタンプとマジで何も変わんないですね。で、起動音が2種類。いきなりすごい。メッセージがポン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 って出る効果音がこの時点で鳴るのね。で、もう一個が一気ボイスで変身。これが2音ループで、押印すると、まあこの辺は変わらずかな。半押しで、待機音とバイスの声アップデートされてる。で、長押しで変身再現モード、これが通常一気セリフ再生モード、一気バイス掛け合いモードの3つに切り替わります。まずこれがモード1。俺が家族を守る。変身シーン再現モードね。で、一気セリフモード、おはようございます、今日も一日お願いします。1話だ。で、一気バイス掛け合いモード、
どのモードでもリバイスドライバーとの連動音は変わんないんだけど、単体の一気セリフモードが、おはようございます、今日も一日お願いします、8音なんで先に鳴らしましょう。俺は日本一のおせっかいなんだ、バイてきたぜ。じゃあ通常モードに戻して変身連動いきましょう。遊び方はいつもと変わりませんので、起動からの応援ね。めっちゃバイス音声鳴る。てかあれじゃん、バーディーアープからのバイスがさ、なんか液体の大きなスタンプを持ってボーンって一気に応印する効果音とかも全部入ってるじゃん。これぞメモリアルって感じ。ただ見た目マジ変わんないっすね。であれなんだな、待機音がここの半押しのとこだとバイスの声が鳴ってますよね。だけどセットすると鳴ってなくない？ほらちょっとここの差はあるね。でもめっちゃいい。ちなみに変身は本編準拠のタイミングで言わせることもできますね。バーディーアープドスンっていうのがすっごいいい。必殺。あーメガロドーンみたいな序盤のカウントダウンね。でも必殺技時に一気の掛け声なんないの？それ結構寂しいな。もう一回必殺。うん、一気にボイスなんないんだ。リミックス。ここも何？組体操音声とかもなんないの？マジ？思ったよりさっぱりだな。これが、モード変えたとしても、おはようございます。掛け合いモードね。モード変えても変わんないよね、やっぱ。ああ、そうだよね。やっぱ、モード変えても変身を回りは変わりませんので、ちょいと寂しめかな？メモリアルだから、結構期待してたので、メモリアル版だからもうちょっと必殺連動の掛け声とか欲しいな。武器連動は？特に
変わらずか。意外とデラックスっぽい。まあ、編集周りは大きくアップデートされておりますが、それ以外の変更点めっちゃ控えめ。じゃあ掛け合いセリフ行く前に、二人ともレックスゲノム状態の変身ベルト、このようについにメモリアルで揃った感あって、これはいいね。まずはバイスの通常モード。任せろ一気、俺っちはバイス。このモードで単体音声が20音多いな。これは俺っちのベルト、かっこいいでしょ。これをつけたらお前も俺っちみたいに強くなれるぜ。変身仮面ライダーバイス参上。あー、これは友達とか兄弟とか親子でデバイスドライバーとは別にバイスベルトも装着してもらっていろいろ鳴らし合うのがいいかも。そういうおもちゃか。よー、みんな元気？俺っちはお前の中に住む悪魔だよ。どうだ、俺っちと契約しねえか？悪魔に魂を売るんだよ。それでは行きやしよう。スリー、これが20音目でループする形ですね。で、こっから一気&バイスセリフ掛け合いモードにして、それぞれを交互に押すとセリフがバッチリ決まると。じゃあまず一気を掛け合いモードにして、今日行こうぜバイス。これ掛け合いモードね。で、こっちも掛け合いモード。任せろ一気。で、あとは押すんだ。それぞれを掛け合いセリフは32音。わかったよ、もう人は襲わない、人を守るために戦う。どうせまた嘘なんだろう。悪魔嘘つかない。俺と契約しろ。変身してほしければ俺の言うことを守れ。もし聞かなければ、死ぬまでこのまま戦い続けてやるよ。お前を道連れにしてな。わかったよ、俺っちの負けだ。約束しろ、今ここで誓え。俺っちは一気の言うことを守ります。よし、契約完了だ。湧いてきたぜ。いいね、メモリアル1個買えば2つのアイテムで楽しめるもんね。やっぱここまでカウントすると収録音声多いな。ああ、なるほど。ボイスのカテゴリーが変わって A とか B とか C とかあるんだけど、切り替わるとこで効果音が鳴るんだ。いけるか、相棒。当たり前よ。え、待って。今相棒って言った？うわあああああああ、湧いてきたぜ、変身。自由と平和を一つに。俺たちが通るぜ。邪魔すんじゃねえぞ。アルティメットリバイバイス。一気に、いや、一緒に行くぜバイス。相変わらず悪魔使いが荒いんだから。おいバイス、こっち向けよ。第2ラウンドだ。怒ってるか？当たり前だろ。やかましい俺っ
おー、アルティメットリバイバイアスから一気に最終決戦までセリフがたっぷり流れましたね。別に書き合わせなくても、どうせまた嘘なんだろ、俺と契約しろ、ほら死ぬまでこのまま戦い続けてやる約束しろって感じで、めちゃくちゃセリフになりますね。ただそれぞれ順番に押すことで1号ライダー同士の掛け合いが可能と。これはよく考えられてますね。セリフ周りやっぱめちゃくちゃいいんだけど、必殺を周りがちょっと弱いかな。ちょっとあえて最後は普通のレックスとメモリアルレックスの変身音比較いきましょう。あ、さっぱりっていうか、いつも通りだけど、もうちょっとバイスボイスがないのが少し寂しいかも。うん、バイスと一緒にいる感がすごい。以上、プレバン限定仮面ライダーリバイスデラックスメモリアルバイススタンプセレクション01、五十嵐一騎&悪魔バイスセットの紹介でした。